ターンは前節の岐阜戦でも得点パターンでしたから。宮崎左足で入れてきました。こぼれたボール、反応して金沢フリーで前向いてシュート、放ちました、決まりました、ゴール。2点目は沼田の左足、熊本2失点。これまたサイドからですね、はい、もう金沢にとっては狙い通りのゴールだったと思いますね。金沢にとっては嬉しいゴール。ここでロアッソ熊本2枚目の選手交代です。ミッドフィルダー38番の上村選手に代わってフォワード11番グスタボ選手が投入されました。はい、グスタボ投入の情報です。リプレイご覧いただきます。今ここでしっかりとボール貯めたのが中身ですね。はい、そして最後は沼田、ゴール前に人数は揃えたんですが、この後ろから走り込んでいる選手への対応が少し遅れた。